ジャンボボール、金沢駅西金沢駅野々市駅野々市,市駅地図、ジャンボボールは、かつて、石川県金沢市、泉本町に開設していたボーリング場。略称は、JB。北陸鉄道が運営していたが、2018年3月31日で営業を終了した。1970年9月にオープンした、ボーリング場で、 閉鎖した2018年時点で営業開始から48周年を迎える。全48レーンオートスコアラー完備。ファールラインセンサーが設置されている。レーン材はアンビレーンで、ピンセッターは AMF 製である。全国ボーリング公認競技場、競技会認定ボーリング場である。なお、ボーリング場は2階にあり、1階はミーティングルーム4室と屋内駐車場となっている。 週3、4日間隔で様々なスポンサー大会を開催し、所属プロボーラーによるボーリングレッスンが行われている。その他、夏季にボーリングセッターの見学イベントや金沢、スカイホテルとのコラボレーションによるボーリング1ゲーム付きのビアバイキングイベントなどを開催していた。また、友の会と呼ばれる有料のジャンボボール専用会員があり、 それに所属すると様々な特典が受けられる。開業当初からマスコットキャラクターが存在し、大きな体をした三毛猫と小さな茶色の虎猫でどちらもボーリングのボールを抱えている。2013年6月に営業開始43周年を記念して名前を公募し、7月に発表され、ニャンボとタマと名付けられた。1991年には、 第46回石川国体でボーリング競技の会場2013年10月には第46回全日本新人ボーリング選手権大会の会場となった2017年4月13日北陸鉄道はジャンボボールの営業を2018年3月31日隣接するゴルフ練習場ジャンボゴルフガーデンの営業を同年11月30日に終了することを 発表した。また、建物は解体し、跡地を再開発する計画があるともした。原則として、昼と夜、2回行われる。MRO 配送脱線のみ昼、JB スタッフチャレンジマッチのみ夜に行われる。友の会記録会、クラス別大会は、友の会会員のみの参加制限がある。これに、月1回以上参加し、かつその大会で、 男子180ピン以上、女子165ピン以上の平均スコアを出すと、マンスリーチャンピオン大会の参加権を獲得できる。当初、ジャンボボールの跡地は、北陸鉄道が北陸三沢ホームと三沢ホームに依頼して、再開発を予定していたが、2018年に関係が白紙となった。その後、大和ハウス工業主導で再開発が進められることに変更された。 2021年12月の開業予定で、スーパーマーケットの大阪やショップが中核となる複合商業施設が整備されることになっている。ABC、ジャンボボール、ジャンボゴルフガーデン営業終了について、北陸鉄道、2017年8月29日時点のオリジナルより、アーカイブ、2021年4月5日閲覧、ABCD、 ジャンボボール営業終了来年3月で、県内最古ボーリング場。北国新聞。2017年5月21日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2021年4月5日閲覧。ABCDEFGHI、石川ジャンボボール営業終了再開発へ、惜しむ声も。朝日新聞デジタル。オリジナルの2017年6月4日、時点におけるアーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 7 0 6 0 4 2 1 3 5 4 8 h t t p s w w w a s a h i c o m articles:ask593jp3k59pjlb002html2021 年4月5日閲覧。abc、商業施設12月開業金沢、J、ジャンボボール跡地。L o 北国新聞2021年1月29日時点のオリジナルよりアーカイブ2021年4月5日閲覧ありがとうございます。